皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、ラ・リーガで注目の若手選手について少しお話ししたいと思います。ということでですね、今回は私、森田がですね、独断と偏見で選んだラ・リーガで今、注目すべき、見るべきヤングプレイヤーをですね、何人かピックアップしながら話をね、進めさせていただきたいと思います。早速なんですが、まずですね、僕が挙げたい選手はこの選手なんですね。はい、パチェコですね。ラ・レアルのセンターバックの選手でございます。今シーズンからね、久保建英がレアル・ソシエダに移籍して、レアル・ソシエダの試合を見るようになったという方、もしかしたら結構ね、いらっしゃるかもしれませんけれども、そもそもね、ラ・レアルっていうのも育成に定評があるチームで、育成組織がすごくしっかりしていて、若い選手をね、どんどんトップチームに輩出していると、そういったね、クラブのフィロソフィーが、あったりするんですけれども、そういった中で、出てきたのが、このね、パチェコでございます。で、この選手はですね、センターバックで、プレイしているんですけれども、ラレアルは今、フォーバックで、基本的にプレイしていますんで、フォーバックの左のセンターバックに入ることが多いです。で、左利きで、本当にこう、ビルドアップの能力が高いですし、やっぱりね、今季、この選手を僕がね、見ていて思うのは、将来的に、本当にこう、パウトーレスみたいな、選手になっていくんじゃないかなと、そんな風にですね、感じながら、ラレアル、またね、パチェコのね、プレーを見ていたりします。で、プレシーズンからですね、久保のプレーとか、ラレアルのね、試合を今シーズンはね、僕は見ていたりするんですけれども、オサスナ戦だったかな、出てた時に、すごいこう中盤のところにものすごい綺麗な縦パスをスパーンと通してたんですね、パチェコが。そのプレーをね、見た時に、この選手は来るかもしれないと、面白くなってくるんじゃないかというふうにですね、すごくね、インパクトを受けて、今シーズン、イマヌル監督も、パチェコだけじゃないですけど、若い選手もちょくちょくこう使いながら、鳴らしながら、やってるところでもありますんで、今後もね、見ていくと非常にいいんじゃないかなと思います。続いて、僕がですね、挙げたいのはですね、こちらの選手でございます。はい、ジャスティン・クレイファートですね、バレンシアの選手です。で、彼はですね、ラリーガーをですね、昔から見てる方はご存知かもしれませんが、本当にバルサとかバレンシアでプレーした、パトリック・クライファート、元オランダ代表の選手なんですけれども、彼のお子さんでね、あって、結構ですね、若い頃から、いい選手だぞと、ヨーロッパの方ではね、評価高まっていたんですけれども、いろんなチームで、プレイしてきていますし、ただ結構ね、お父さんが偉大な人だっていうのもあるんで、そういった中で、この夏、ラリーガにね、来たわけなんですけれども、実はですね、まだ23歳と、本当にこうね、若い頃からこう出てきてるっていうのもあって、まだまだ全然若い選手なんですが、今ですね、バレンシアでは、基本的に、4-3-3 とか4-1-4-1で右入ることが多くて、4-4とかでも右、サイドで、プレーすることが多い選手です。で、右利きの選手でね、ドリブルだったりいいもの持ってるんですけれども、なかなかね、こう、スペースに出てるのもすごく、うまくて、時々こう出てって、シュートを打つ、決める、で、そこのフィニッシュの精度だったりとかっていうのは、本当お父さん譲り、父親譲りのところを感じますし、僕は本当昔からラリーが見てて、クライファートとかバルサでプレイした時とかも見てましたし、そういうなんかクライファートっぽいこうゴールの決め方をですね、このジャスティンもしてくれるんで、たまにこうゴールシーン見るとこう、ラリーガで活躍した時のパトリック・クライファートを思い出したりもするんで、そういったところも含めて、この選手で今回ピックアップしました。で、バレンシアはね、結構ガッテルソ監督が来てから、イタリア人の監督でもあるんで、結構守備のところをしっかりブロック組んで、カウンターで出てくみたいな、カウンター本当にこう鋭いものを持ってますし、その時にこうスペースに出てくのが、このジャスティン・クライファーズだったりしますし、この夏にこうカワイに取ってきたっていうところもあるんで、で、カワイが結構前線で、溜めを作ったりとか、ポストプレイしたりとか、スペースメイクするっていうところで、その CF の選手が動いたところで、空いたところにジャスティンが出てくるみたいな、割とその辺の、コンビネーションだったり、連携だったりとか、って形もできてきているんで、ワンチャンゴール量産、どれぐらい取れるかわかんないんですけれども、バレンシアのね、目標達成のために、大きく貢献してくれる選手、そういう選手になるんじゃないかなというところも含めてですね、ジャスティン・クライファーとピックアップしたいと思います。
そして、もう一人ぐらいいけるかなと思うんですが、僕が挙げたいのはこの人ですね。ジャクソンですね。ビジュアルレアルのですね、ヤングプレイヤーです。で、先ほどちょっとね、パチェコがとかですね、ラレアルがみたいな、育成がみたいな話をでね、したんですけれども、まあ、ビジュアルレアルもですね、やっぱりスペイン、まあ、ラリーガーの中では本当にこう、育成が、に定評があるクラブで、そこから出てきているのが、このジャクソンっていうね、選手でございます。で、ジャクソンとか、まあ、アレックス・バイナーとか、まあ、バイナーは結構、これまでレンタルでいろんなとこ行って、戻ってきて、みたいなところであるんですけれども、とにかくこの今、若い選手、ビジュアルレアルの若い選手で言うと、まあ、このあたり、こう、チェックしておくと、早めに唾つけとくといいんじゃないかと。まあ、ジェレミー・ペナはね、もうだいぶみんなこう、知ってる、まあ、アーセナルから関心があって、みたいな、あの選手どうなんですかみたいな、ちょっと僕もたまに聞かれたりするんですけれども、まあ、ジェレミー・ペナもスペイン代表にも選ばれてるんで、結構みんなも知ってる選手になってきてると思うんですけれども、このジャクソンはですね、まだそんなにこう、マークしてる人いないと思うんで、この動画見てですね、早めによし、俺ジャクソン知ってるぞと、ジャクソンドラのビジュアルレアルの若い選手だろうと言っておけばですね、結構この人らリーガ2なのかなみたいな風にもねなると思いますんで、早めにジャクソンをですねチェックしてもらえればと思います。で、すいません。肝心のですね、ジャクソンのプレイスタイルだったりとか、まあ、どういったプレイをするのか、みたいなですね、話をね、当然しておきたいと思います。で、ビジュアルレアルはですね、まあ、エメリー監督のもとでやってて、まあ、442と、まあ、433可変でやっててですね、まあ、ちょっとジェラール・モレノが結構怪我でいなかったりもするんで、まあ、エメリー的にはやっぱり442にして、ツートップのどっちかは、まあ、取り置きサイドに下がったりとか、中盤のところに下がって、守備でも助けるみたいな、ことをですね、求めていたりするんですけれども、まあ、その中でジャクソンは442の、ツートップの威嚇で出ることが非常に多いです。で、まあ本当に若いんですが、全然こう若さをこう感じさせないと言いますか、とてもね、こう、ムーブとかもこうインテリジェントですし、まあスペースに出てもよし、ポストプレイ受けてもよしと、まあ結構万能型の、ストライカーでもありますんで、そういった意味でも、本当にこう、経験不足とかっていうのを感じさせないですよね。例えばラリーガで言うと、近年と、まあペドリとかもそうですけれども、トップでこう、デビューしたんですけれど、デビューして、すぐ、もうベテランの選手みたいに振る舞ってるみたいな。まあ、ガビもちょっとね、そういう感じかな。そういうタイプの選手、時々いますが、で、ジャクソンに関してはフォワードの選手なんですけれども、結構そういうところを感じさせる、こう、円熟味あるプレーを、分かりながらしてるみたいな、ところがあって、そういったところが多分エメリー好みでもあるのかな、という気がします。まあ本当に序盤戦からね、ちょくちょくゴール決めたりとか、そこで多分彼自身も自信つけてっていう、まあ若い選手ってね、そういうのになるとバンって伸びてきますから、そういうのもあって、で、前めりにも気に入られてて、ちょっとしっかりこう試合にも出てきて、いますし、まあ本当にラリーが一部、最初のシーズンでこれだけもう戦力になってきてるか、というところで、非常にね、今後もまあ楽しみな、選手でもありますし、まあビジュアルでの成長も含めて、引き続き、まあ右でいけたらいいのかなと。というふうに思っております。